までの福音書から順番に見ておりまして、今日はこの箇所が与えられています。タイトルは癒しの御業ということで説明をさせていただきましたけれども、今日の箇所には病で死にそうになっている子供が出てきます。その子供はどんな子供かと言いますと、王室の役人の息子というふうに書かれています。王室ってありますけど、この王室っていうのはヘロデ大王の息子にあたる、ヘロデアンティパス、その、王様ですね、ヘロデ大王の息子にあたるヘロデアンティパスのその王室に仕えている役人さんの息子、ということ。このヘロデアンティパス、後には洗礼者ヨハネを処刑したりですとか、いろんなところで聖書の、ところ出てきますけれども、その息子が、病にかかって本当に重い病で死にそうになっている、そのような状況で、イエス様によるその癒しの奇跡が行われたという箇所です。この時と全く同じ癒し主であるお方、私たちを助けてまた癒してくださる主なる神様であるイエス様が、今も変わることなく私たちの救い主であるということ、しっかりと、覚えたいと思います。今日前半と後半で話したいと思うんですけど、前半で、お話ししたいことは、この癒しの奇跡が起きるのにあたって、この箇所において何が大事だったのかなということですね。何が大事かということ、端的に言いますと、見ることなしに聞いて信じることを選んだ、そのことです。見ること、実際に見ていないんだけれども、イエス様の言葉を聞いて、その言葉を聞いたことで信じた、そのことによって癒しが行われたということです。この癒しの奇跡は、このヨハネの福音書の中では7つの奇跡、7つの印が述べられているんですけれども、一つ目がカナの婚礼、その結婚式で水をワインに変えたっていうその奇跡ですよね。一つ目がその奇跡でした。それに続く二つ目の奇跡として、この王室の役人の息子の癒しという記事がありますけれども、このお父さんのですね、見ることなしに聞いて信じるっていう、その信じる心によって癒し主である主の栄光がそこに表されて、その結果、この息子が病気が治ったってだけで終わったんじゃなくて、そのお父さんもイエス様を信じたし、またその家族もイエス様を信じることができたという結論へと至っています。見ることなしに聞いて信じること、それを前半でお話しして、でもですね、後半でちょっと触れたいなと思ったのは、確かに私たち祈るときに癒されますように、病気が治りますようにですとか、いろんな祈りをしてですね、実際にそのお元気になるっていうこともあります。体の病、心の病、辛いこと、あるいは病の癒しに限らなくても、なんか具体的な人生における課題、そういったものが、解決していく、そういうこともあるけれども、一方でですね、祈ったから何でもかんでもこう解決するかというと、そうでもない。そういう時にそのことをどうやって受け止めたらいいのかなということ、そのことも後半で一緒に思い巡らしたいなと思います。見ることなしに聞いて信じるということですけれども、今日の箇所の直前で、でもそのことが、そのテーマが繰り返されていたりします。この前サマリアの女性の癒しの、ところからですね、御言葉をこう取り継いだわけですけれども、その箇所の最後のところでもですね、そのサマリアの女性が変えられて、私のしたことをすべて私に話した方がいる、この人がキリストなんでしょうかっていう証言を聞いた、たくさんの人たちがイエスのことを救い主として信じた。その時にですね、もう私たちは
あなたが話したことによって、そのサマリアの女性が話したことによって信じているのではなくて、自分でそのイエス様の言葉を聞いて、そのイエス様の言葉を聞くことによって、この方が本当に世の救い主だと分かったっていう証言が書かれています。なので、この今日の話の直前のところでも、聞いて信じること、それが大事だということ書かれています。またですね、少し飛びますが、お開きいただいてもいいし、あるいは聞くだけでも大丈夫ですけれども、ヨハネの福音書20章31節のあたりですね。ヨハネの福音書20章31節、新約聖書の229ページになりますが、ここにはですね、このヨハネの福音書が、なんで書かれたのかっていうことが端的に書いてあるんですけども、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるという言葉がありますが、ちょうどその直前のところでですね、疑い深いトマスのエピソードがあるんですね。トマス、十二弟子の中の一人でトマスという弟子がいましたけれども、なかなか信じない弟子だった、あるいは言い方を変えれば、本当に確信が得られないと信じるとは言わない、そういうタイプの人間であったわけです。そこで、26節からですね、イエス様が十字架にかけられて死んで3日目に復活したという奇跡、それは当時の弟子たちにとっても衝撃の出来事であったわけですけれども、弟子たちにイエス様は復活して現れてくださった、でその時に、このトマスは、何でしょう、26節からお読みしますと、8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。復活したイエス様がまだ怯えていて信じられない弟子のところに来てくださった。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。その時にイエス様がおっしゃったこと、イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いですと。ここでもやはりですね、ヨハネの福音書の、一番大事なと根幹にあるテーマとしても、やはり見ないで信じる、そのことの幸いが書かれています。見ないけれどもイエス様の言葉をいただいて信じる、ある意味でそのことの対極、反対にあるのがどういうことかと言いますと、目に見える印ですとか奇跡、なんだかこう大げさなデモンストレーションみたいな、目に見てわかる派手なこと、不思議な奇跡、印、そういったものを求めて、そういうものがないと、イエス様は信じるとかそういうことはできませんって、そういう、信仰ですね。それが、対極にある、姿勢ではないでしょうか。見たものをそのまま、信じるのであれば、そこには信仰が働く余地は全くないわけですね。見て明らかにあるもの、ここにお花が、これ種から育てたそれこそ木ですけど、ここに花がありますねって言って、そのことを信じることはもちろん目で見てすぐ信じることができるわけです。目で確認できない、でもそこで信じることを選ぶというですね、その神様が人間に与えてくださった自由意志、その自由意志の中で、それでも
目では見てないけど信じる、その思いが神様にとって、とても、尊い思いであるということ、あります、まあ、見なければ信じない、不思議な奇跡、そういったものを見ないと信じないという思いは、十字架につけられたイエス様を見て、ユダヤ人の祭司長や律法学者たちが言った言葉に代表されることではないでしょうか。彼らはイエス様に向かってこう言ったんです。他人は救ったが自分は救えない、キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう、それを見たら信じようと。私たちの罪の身代わりとしてこう十字架にかけられているイエス様に向かって、今その奇跡的な技を持ってその釘付けにされている十字架からあなたが降りてくるなら、そのことを 見させてくれるんだったら信じてやろうといった、その祭司長、律法学者の言葉、それは本当にですね、印と不思議を見ないと信じないというその固くなな心の代表であります。今日もですね、イエス様が、ガリラヤ地方の方に、いらっしゃって、その時の出来事が書かれているわけですけれども、王室の役人がそこにこうやってきて、ここでもイエス様は、このようにおっしゃっています。今日の箇所の48節お読みいたします。イエスは彼に言われた、この彼っていうのはその、お父さんですね。彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。これが、この時点でのガリラヤの人々の現実であったし、また律法学者、祭司長、そのユダヤ人たちの態度の代表的なものでもありました。47節にあります通り、このお父さん、この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行った、そして下ってきて息子を癒してくださるように願ったとあります。息子が死にかかっていたのであると、イエス様のところに来て癒してくださいと、地位のある方、王室の役人ということですから、おそらく医者もいたでしょうし、ある程度の財力もあったでしょうから、人間的にできることは全てやったんでしょう。それでも治らない息子、その現実を目の前にして、もしかしたら最後の望み、神頼み、イエス様のところに行ったら、その思いで、このお父さんはイエス様のところに来た。でもですね、48節にある通り、イエス様の反応は若干冷たいと言いますか、突き放すというようなあれなんですよね。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんと、なんかそういうふうに、心から願っていることは分かる、でも、やはりその印を、なんか奇跡を見ない限り信じない、それがあなた方の信仰ですねと、この王室の役人のお父さんの他にも周りに野次馬的な人たちがいたのかもしれません。48節イエス様はこういうふうに言うんですけど、王室の役人のこのお父さんからしましたら、そんなことを話し合ってる場合じゃないわけですよね。もう今一刻を争う状況、もう息子が死にかかっているという中で印がどうのとか、そうじゃないとか言われてもですね、もうそんなことは右から左に流れてしまう。王室のお父さん、もう一回同じことをお願いをします。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。そんなこといいから早く来てください、お願いしますって、お願いをもう一回言うわけですね。この姿というのはある意味では、ガリラヤの人たち、印と不思議を求めるそのガリラヤ地方にいる人たち、それの典型的な、反応だったかもしれません。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてくださいと、言っておりますけれども、今このイエス様とこのお父さんがいるのは、カナという、地域です。これはですね、
その今病気で死にそうになっている息子がいるその家の、ね、カペナウムという地域からは、まあ、30キロぐらい離れたところ、です。まあ、直線距離で30キロですから、まあ、結構な距離があるわけですよね。まあ、だから、まあ、実際にその30キロという距離、まあ、おそらく歩くことはなかったと思いますが、まあ、何か手段を使ってその距離を移動して、イエス様は私と一緒に来て、その苦しんでいる息子のところまで来て、まあ、おそらくエルサレムで行ったその奇跡のことを聞いていたんでしょう。実際にイエス様がその場に来てくださって、本当に直接見えるところでイエス様が手をその子に置いて、祈ってもらう、そのことで癒される、そういうふうに信じていたんでしょう。だから逆の言い方をすれば、本当に目に見える形でその息子がいる場所まで行って、手を置いて祈って、その本当に見える形でやんないと何もイエス様には奇跡を起こす力はないと、この役人のお父さんは思っていた。で、50節、そうしますとまたイエス様がですね、なんて言いますか、唐突な答えをされるわけです。まあ、ヨハネの福音書のやり取りは大抵ですね、こうパッと見るとちぐはぐになっているような、会話してるんですけども、会話になってないようなですね、イエス様と周りの人たちとの会話がたくさんあるわけですが、ここでも若干あれとなりますね。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてくださいと、もう一回懇願するお父さんに対して、イエス様言います。行きなさい、あなたの息子は治ります。ただその言葉だけを言ったんですね。ああ、大変でしたね、この30キロもいらっしゃったんですねとか、そういうことじゃなくてですね、あるいはじゃあ一緒に行ってあげましょうとか、そういう話でもなく、行きなさい、あなたの息子は治ります、ただその言葉だけをお父さんに与えた。このお父さんにとっても全く予想外の言葉だったんじゃないでしょうか。まあ、でもなんでこの出来事がこのヨハネの福音書に書かれていて、しかも2つ目の印として記録されているかというと、このお父さんは、その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていったと、まあ、見ることなしに聞いて信じる、その決心をしたんですね、このお父さん。目の前で起きていることをこの目で見て信じるのには信仰はいらない、だけれどもどうしますかと、神様の前で自由意志が与えられている時に、私たち人間がその自由意志で見てはいないけど、その神様の言葉聞いたことを信じますっていう時に、神様の目にはその決心は尊いことであって、また神様のうちに大きな喜びと感動を巻き起こすものであります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていったと。どういうことですかとか、そういう議論するんじゃなくてですね、言葉をただ信じて帰っていった、その30キロの道のり、また来た道を帰っていったんでしょう。そして51節、彼が下っていく途中、まあ、下ってとありますけど、これは、まあ、カナンの方が標高が高いので、カナからカペナウムにこう下っていくっていうことですよね。下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。急いでやってきてですね、もう大丈夫ですよ、まあ、イエス様に話すとかそういうことをおっしゃってたけど、もう治ったから大丈夫って一刻も早く伝えようとしもべたちが来てくれたんでしょう。で、お父さんがですね、子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。53節、父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われたとあります。
時刻を聞いてですね、昨日のって言ってるところは、少し興味深いですね。日にちが、次の日になってるんですね。30キロの道のり、どのように帰ったかわからないですけれども、仮に帰り道一泊してから息子のもとに帰ったんだとしましたら、そういうふうにはっきりは書いてませんけれども、本当にですね、イエス様の言葉を 100% 受け止めたんでしょう、ね、いや本当に大丈夫かなとか、こうしてる間にも息子が死んじゃうかもしれないって本当に不安なままでイエス様の言葉、はい信じますって言ったけども、いやでもやっぱそんなはずないよなとかですね、疑いがあったらおそらく、この余裕はなかったかもしれませんね。翌日のっていう言葉、仮に一泊して息子のもとに帰ったんだとしたら、本当にそれは、このお父さんのまっすぐな信仰、見ることなしに聞く、見ることなしに聞いて信じる、その信仰の表れではないでしょうか。見ることなしに聞いて信じる、イエス様が語った言葉を信じて、祈りが答えられたことを確信する信仰ですけれども、私たちはでもですね、今肉体を持ったイエス様に直接会って面と向かって話すということは、できません、じゃあどうすればいいのかなと思うわけですよね。もう本当に肉体を持ったそのイエス様がいてですね、直接にこう大丈夫だよって言ってくれたら、本当にそこで確信があって分かりやすいんですけども、今はそれはできない、ですから私たちにできること、それは、あるいは、私たちがしたいこと、それは、聖書の言葉、神様の言葉、もちろん書いたのは人間でありますけれども、神様が与えてくださった、この聖書の言葉を通して聖書を学んで、聖書から語りかけをいただいて、それによってですね、イエス様の言葉を聞くということを、するんです。それはもちろん一人で行うディボーションの時、朝起きてからですね、仕事に行く前に聖書を開いて、言葉を味わって、神様今日はどんなことを私に教えてくださるのかなって開くことかもしれないし、あるいはなんかこう辛いこと問題がある時にちょっと時間を取って、一人で静かな部屋で神様に心を向けて祈ることかもしれませんし、また別に一人ぼっちじゃなくてもいいわけです。この教会があるわけですから、教会の交わりのうちに一緒に聖書の言葉を学んで、また祈り合うこともできる。実際に水曜日の祈祷会、土曜日の蒼天祈祷会ってありますけども、まさにそこでは一緒に聖書の言葉を味わって、祈り合うということが行われています。聖書にも、2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですという言葉があります。先ほどの冒頭で読みしたそのトマスの話のところでもですね、イエス様が復活されて弟子のところに現れたんですけど、その時に一番初め弟子が集まっているところにイエス様が現れた時、トマスだけがいなかったんですね。他のみんなは、恐れの中にいて、これからどうなるんだろうって不安の中にいたのは同じなんですけども、トマス以外の10人は部屋にいて一緒にいたんだけども、トマスだけはそこにいなかった。私たちはですね、何か本当に失望してしまったりとか、なんでこんなことになるのかなとなるときにですね、どうしてもこう一人になりたくなる、なんかいろんな言葉も聞くのも嫌だし、こうなんでしょうね、一人になりたくなってしまう、恐れと不安の中で、もう自分の世界を閉ざしたくなる、そんな衝動に駆られる時があります。でも、もう本当に教会の交わりのうちに、そういう時にこそですね、あえてこう出てくること、2回目
まあ、8日後ってありましたけど、8日後にもう一回イエス様が平安がありますようにって復活して現れた時、そこにはトマスも一緒にいました。そこには11人が揃っていた、閉じこもっていたトマスも出てきてですね、そこで復活のイエス様に出会うことができた。その時にですね、見ることなしに信じること、それが幸いなんだよという言葉をいただいたわけですね。ですので、見ることなしに何か不思議な奇跡、見て分かりやすい何かをこう示されることなくても、聖書の言葉、イエス様の言葉を聞いて信じること、そのことが神様が喜ぶことだということを、前半話してまいりましたが、でも実際に、癒しを祈っても、癒されないことがある、あるいはこれから癒されるのかもしれませんが、今はこう なんでこんな苦しい状況にいなきゃいけないんだろうっていう状況が続くことも実際にはあります。またもっと広く、祈りが神様の思いだと、自分が信じていたようには答えられないこともあります。このことに対する答えがこれなのか、これ何なんだこれはとですね、そういうふうに思うことが人生にはどうしてもあると思います。そういう時にはですね、やっぱり一番初めに心に響くのは、神様は何でですかという問いではないでしょうか。なんでですか、なんで私なんですか、なんで私がこんな仕打ちを受けなければならないんですか。あるいは、誰かの癒しのために祈ってても、なぜこの人の病は癒されないんですか。あるいはこのことあのこと、なんでどういうふうに捉えたらこの結果、この現実が祈りの答えなんですか。そういうふうに思うことがある。私たちの人間の限られた理解能力の範疇の中では、なんでですかという問いの答えは、もしかしたら、天国に召されて神様と直接会う時までわからないかもしれません。呼ぶ記など見ますと、はっきりあるわけ、呼ぶ記、旧約聖書の呼ぶ記、よろしかったらまた開いて後で見ていただけたらと思いますけれども、神様が仮に、なぜどうしてこうなるのということに対する答えを、神様の全宇宙の 時も超えて、その全宇宙の視点から説明されても、きっと人の頭でそのことを捉えきることはできないでしょう。また仮に理由が分かっても、なぜかっていうその答えをもらったとしてもですね、今この地上の歩みをしている私たちの痛みがなくなることはありません。なぜとにとらわれてしまうと、私たちは神様を見失ってしまう。そうしますとですね、もう聖書だとか神様だとか、もう なんだかですね、言い方があれですけど、ちょっと バカバカしくなってしまってですね、もうお休みしようかなと なってしまうわけですね。そういう時、本当にでもそういう隙を狙って、神様からちょっともうお休みしますって、そういう時を狙って悪いもの、悪が私たちを誘惑して、私たちは神様から引き離そうとします。神様の方は私たちを手放すことはありません。もう一回救われたら、その時でですね、あるいは神様って呼び求める時に、その手を神様の方から離さないんですけども、でも私たちがこうそっぽ向くことはできてしまうわけですね。なぜかというと、私たちは信じていますが、こうマインドコントロールされてるわけじゃない、自由の意思がありますから、信じない、もういいやってしちゃうことができてしまう。だからこのなぜと自分に、神様にこう問い続けることは、よくない。なぜの部分は、まず神様に委ねる、そのことが大事ではないでしょうか。私自身も
神様にちょっとがっかりしたという言い方がいいのかな、がっかりしたそのような出来事を経験したこともあります。牧師ですけれども、神様にがっかりしたって思っちゃうようなこともあります。神様のことに集中してほしいんで、その出来事の話はしませんけれども、なんでっていうところを超えて、それでも神様の言葉を聞き続けるということ、そのことなんだなと思います。神様の言葉を聞き続ける、なぜの答えは分からなくても祈ることをやめない、聖書をほっぽり出さないで、神様を教え、聖書の言葉に触れる、あるいは、私今私牧師なんで、そのね、祈りと御言葉から離れることがないっていうのは本当に神様の憐れみ恵みだなと思うんですけれども、祈祷会に出て励まし合ったり御言葉に聞いたり、そういうことをする中で語りかけを実際にいただくことができるんです。私もちょっとなんかがっかりしたなというその出来事があった時に、具体的に3回3つの方法で神様がですね、答えてくださった、その証しを持って終わりたいと思うんですけれども、一番初めは、ディボーションの時でしたディボーションと言いましても本屋さんではあるので、場所はどこでもいいわけですね。本屋さんにいて、ちょうどですね、手に取ったのがNHK の福音書のなんか、番組がありましたよね。そのテキストがですね、一冊だけその書店に残ってたんですね。その福音書に関するその NHK の講座のテキストが一冊だけ残ってて、私はその書店でパッと開いたその一番初めのページに書いた、開いたそのページに書いてあったのが、私がイエス様を信じた時に与えられた救いの御言葉の箇所だったんです。マルコの福音書の16章の9節からの箇所ですけれども、救いの御言葉がまず一つ目に示された、そうだ、なんかいろんなことあるかもしれない、なんで私がって思うようなことがあるけど、でも私の罪は許されている、どんなとこ通るとしてもそれは何かですね、こう自分に対する罰であるとか、何かこれをしたからその因果関係でこうなったのかとか、その因果応報の理論はクリスチャンは信じないわけです。そういうことじゃないと、あなたはもう許されてるんだから、このことで自分を罰することはやめなさいと、その救いの御言葉がまず与えられた。これは一人でその御言葉を読んでる時でした。2回目、神様から、自分がいただいたと思った語りかけ、私が聞いた言葉、それは水曜日の祈祷会でした。水曜日の祈祷会、一日一章ってですね、聖書の箇所を読み進めてますけれども、ちょうどその時詩編の124編というその旧約聖書の箇所が開かれたんですが、お読みするので聞いていただけたらと思いますけど、その一節二節に、もしも主が私たちの味方でなかったらっていう仮定法の表現があるんですね。もしも主が私たちの味方でなかったなら、ということはつまり主は私たちの味方じゃないですかっていう、私もそうだし、皆様一人一人ですね、敵じゃないよと、なんかあなたを罰するためにいる神様じゃなくてですね、こう味方なんだよって、そのことを示してくださった。そして8節には、詩編124編8節には、私たちの助けは天地を作られた主の御名にあるという言葉があります。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。御名って名前っていうことですけど、それは名前は、その存在の本質を表すわけですよね。主は助け主だと、天地を作られた偉大な方でもあるけども、私たち一人一人を愛を持って創造された、その作り主である、私はあなたの敵じゃない、あなたを苦しめるためにいる存在じゃないんだよという語りかけでした。そしてそれが祈祷会で、
で、3つ目、3回目の語りかけは先週の礼拝でした。伊藤恵先生がいらっしゃって、特別礼拝ということでメッセージをしてくださいましたが、中心聖句マタイの福音書28章20節、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという語りかけ、御言葉でした。共にいますと、何か痛みを感じるとき、あるいは何か責められているような、そういう気持ちになるとき、神様はその痛みの原因ですとか、その責めじゃなくて、そうじゃなくて、神様は痛みを感じているあなたのうちにいらっしゃるんだよと、その一緒にあなたと共にいて、あなたのうちにいらっしゃって、その苦しみ、火を通るようなことがあるかもしれない、水の中をくぐるようなことがあるかもしれない、でもその時に神様は共にいてくださる、そしてその苦しみであったり痛みを共にになってくださるお方だということを覚えたいと思います。もちろん、なぜっていう問いに答えはなかなか難しい、でもそこを超えてですね、聞き続ける時に、トマスみたいに、初めのトマスみたいに、こうちょっといじけてと申しますかね、もういいや、もうバカバカしいと言って、こう閉じこもっちゃうんじゃなくてですね、それでもなお神様、あなたが良い方だと信じると、御言葉を聞き続けるときに、そこに、神様のその魂における霊的な意味での癒しが与えられていく、救いの確信が強められていく、そのように思います。どうかこれから始まる1週間も、主に祈るものでありたいと思います。また、見ることなしに御言葉をいただいて、その御言葉を根拠に、歩む、立ち上がる、そんな1週間であることを、望みながら、閉じたいと思います。ではお祈りいたします。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。主よ、今日見たこの王室の役人の、そのお父さん、その人は、見ることなしに聞いて信じる、その決心をしました。イエス様にすがりついて願っているとき、そのときも、遠く離れた地で苦しんでいる息子の姿がありました。でも、イエス様がその言葉を通して、あなたの息子は治る、生きると語られたときに、本当にその言葉を信じて、その癒しの御業が起こりました。私たちもどうか、印、根拠を求め続ける頑なな心を神様にお委ねして、神様お語りください、御言葉をくださいと、謙遜な思いで祈るものとさせてください。私よ、癒しの御業、なかなかそのことが実現しない、あるいは、いろんな祈りの答えが、あまり時間が湧かないような、そういう辛い時を通る時も、どうか、自分自身のうちにある悲しみや怒り、なぜという思い、それも一旦手放して、どうか改めて主よお語りくださいと、日々の一人の祈りの時、御言葉の時、あるいは教会の集い、礼拝のメッセージ、本当に神様からの言葉に聞き続けて、魂の平安、癒しを得るものとさせてください。またどうか主よ、諦めずに祈り続けるその力も主が与えてください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。